県議会の11月定例会の開会に合わせ傍聴に訪れた人が子供を一時的に預けられる無料の託児サービスが始まりました子育て世代にも県議会を身近に感じてもらおうと今日から託児サービスが始まりましたそれがこちらのベビールームです場所は議会棟1階のロビーです議会事務局によりますと対象は 膨張する人が同伴する生後6ヶ月から小学校入学前の6歳までの乳幼児で定例開会中の議会開催日の傍聴時間と前後30分です。利用するには傍聴日の3日前の正午までにインターネットの申し込みフォームか議会事務局総務課へ電話で申し込む必要があります。